競技好きであり続けるためにはどこ見たいってなっちゃったら結局今そこを安牌ですけど、まずもない方が幸せじゃない。なるほど、その選択肢。大木田中ズアスリートチャンネル。さあ、ここではですね、まあ、今格闘界非常に人気にぎわしていますけども、うん、東京ドームでやるんじゃないかとか言われてますけども、武尊選手と那須川天心選手、今年その一戦があるんじゃないかと予想されてるんですが、相当注目されてますね。いや、そりゃそうですよ、今ここは、ね、6月東京ドームじゃないかと言われてるんですけども、青木選手はちょっと武尊選手と那須川天心選手どういう風に見てるか教えていただけますか。そもそもこれあれですよね、フライデーの飛ばし記事ですよね。最初、はい、最初そもそもなんかそれ信じてる感じになってきて、でも世の中がなんか信じ始めてる感じありますよね。なんかそれを僕まず思ったのは、うん、そのここだって、ね、飛ばして、うん、こうまずなんてネット記事で PV もらうぞみたいな感じが、うん、おーっとまず思ったんですけど、すごいな、すごいもん見たなみたいな気持ちになったのと、あとやっぱり、え、いや見たいですか、見たいけど、あったな、そのファンとして一回、まあ、その結局、まあ、今じゃあ格闘技好きであり続けるためにはどこ見たいってなっちゃったら結局今そこの安牌ですけど、まず、でもない方が幸せじゃない。なるほど、その選択肢も確かにそうか、分かる、こうぶら下げられてどうなったんだろう、うん、今が一番楽しいんですよ、うんうんうん、今が一番楽しいんで、入場ゲートを歩いてくるときは頂点です、うん、はい、なったらもうダウンの始まりですよ、うんはい、うん、あ、 その方式で言うとやっぱりあの山本キッドさんがね、やろうよ、正人君、はい、であそこの状態が僕ら実はピークなんですよね。でしょ、確かに分かります。蓋開けたらやっぱりルールを合わせなきゃいけなかったから、よく合わせられるな、やってよかったものって実はあんまないんですよ、はい、だって桜庭田村やってよかったですか。いや、そうなんです。どうでしょう、そうなんです、それはめちゃめちゃ、だからドラマを知ってる自分たちからすると、そのね、あのこう交わらなかったあの期間が長ければ長いほど、そう、いいじゃないですか、やんない方が。で、馬場猪木はやっぱり交わらなかったし、そうですね、やんない方が幸せで、これちょっとコメント欄の皆さんの意見聞きたいですね。あなたはどちらの幸せを選びますか。僕はそれもうこれ喋ってずっとこの居酒屋トークみたいなのをずっとし続けた方がみんな絶対幸せです。あ、ね、やってたらどうだったか、たらればでね、余白がないと、こうモザイクを外してたがっちゃうのが今の格闘技ですけど、うん、確かにそこ大事にしてほしい気しますけどね。それもわかります。年末大臣で武尊選手がリングサイド座って那須川天心選手の試合を見るというあの構図は、うん、青木真也選手どう見えましたか。あれはなんかみんなで綱引きしてて大変だなって思いました。いや、いい表現だな、はい、綱引きしてて綱引きしてますよ。そのなんかこの綱引きがこうここだけで引っ張ってればいいけど、うん、いろんな方向から引っ張ってると綱って切れちゃうんで、うん、はい、なんでみんなこうね、みんなこう誰が一番利を取るかみたいなもので、みんなこの綱引きしてるなと思ってて、うん、それをやっぱ言うと、この国立競技場でやったダイナマイトをみんな言われると思うんですけど、はいはい、あれってなんで実現したかっていうと、石井和義っていう絶大なその当時のパワーを持った人がいたわけですよ、うん、はい、だから成り立ったんだけど、うん、今そのパワーが分散してるじゃないですか。そうですね、そうなんです、そうなんです。ここは金を持ってるだが力がないとか、この人は面倒くさいけど金がないとか、いろいろあるわけですよ、はい、そうなった時にやっぱこれって実現しないっすよねみたいなことを僕は思ってました、うん、そう見るんですか。そうね、分かる。武尊選手もあの先日の K-1 アワードで、うん、まあ、やっぱり意味深というか、はい、ね、期待していてくださいっていう、うん、まあ、名言とまではいかないですけども、うん、その方向で進んでますという話はしているので、うん、まあ、ファンは期待しますよね。まあまあね、それだけで全然いいですよ、ね、で、なんか武尊さんはやっぱすごい、まあ、優秀っすよね、こうジャンルを代表する選手というか、K-1 のことをちゃんと考えてて、ね、ジャンルを代表するんで、そこはなんかすごくいいなと思ってて、で、武尊さんが次こうやるじゃないですか、うん、レオナ選手と、はい、プロレス的に言うとレオナに負けるとやりやすいんですよね、うん、なるほど、そうか、プロレス的にね、そうか、でしょう、そう、対抗戦やるときは落ちて落ちてって負けるって言うんですけど、うん、負けて対抗戦やるんで、うんうんうん、なると
あのエクスキューズがつくじゃないですか、うん、申し訳がつくじゃないですか。そうそうそう、それがやっぱり今その格闘技だとできないですよね、うん、だってそうなるとじゃあレオナとナスがやれよってなっちゃうんだよ。そうですね、そうじゃないですか。なんでやっぱこうお互いの団体どっちかが損するみたいなものはこうやんない方がいいですよね。お互いこうこうやってやってやっててほしい。そう、ね、はい、そうだよな。じゃあ誰がキックボクシング今一番強いのっていう温度にはなってることは確かじゃないですか、はあ、ただ答えを出さない方が、そうなんだよな、はい、でまあかね、高田武藤みたいに行ってこいにはなかなかできないんで、うん、そうですね、はいはい、一生いっぱいにはならないんじゃないですか、うん、一回やってなっちゃうもんなんで、やっぱそこは難しいなと思いますけど。那須川天心というファイターはどう見てますか。那須川天心は、那須川さんはこれまたなんかなんだろうな、こう作るものがちょっと独特ですよね、試合が、うんうん、たまにこう不穏試合みたいなことをするし、うん、で、あ、この人天才だなって僕思ったのは、うん、指導選手とやった時に、はい、あの試合自体はこう期待されてるものにはならなかったんですよね、うん、ちょっとこうノックアウトもなかったし、うん、ダウンもなかったし、各ラウンドビサで那須川天心が強さを見せるってなった時に、メインだったしこれ大変だなと思った時に、彼はあのタケルとやりたいみたいなことを、うん、マイクで言ったんですよ、はいはいはい、あ、こうやってこの人話題つくんだねみたいな、やっぱさすがだなって思ったりとか、うん、常にこうライズとかこの客と戦うってことを彼意識してるから、うんうん、そこはなんか僕はちょっと次元の違う人だなと思ってます、はい、そう見るんですね、はい、いやでもね、まあワンでね、うん、活躍されてますけど、はい、ライジンでも見たいし、いろんなところで見たいじゃないですか、うん、もちろん。だからこの青木真也の投稿はすごく気に入られません。いやだから本人と何して言うのは失礼かもしれませんが、だから僕平本くんがあれだけぶわーっと叩かれてる最中に平本くんに会いたかった人間っていうので、はいはいはい、こう二人が対談してるっていうのが僕はすごく刺激的だった。なんかあれがまさに本当に僕が求めてたなんか、はいはい、あの感想としてはどういう選手として見てますか。平本蓮はもうそもそもファイターとしてとか強い弱いみたいな話でいうとまだまだ未熟だと思うんですよ、うん、ただあのレベルの選手で賛否を起こせるものを作る人っていなくて、みんなこう稲の部分で叩かれるのを嫌うんで、うん、そうですね、あの振らないんですよ、うん、8割ぐらいのものを作るんですけど、あれはもう思いっきりかけて振ったんで、そこはまずこの同系をしたにしてもやっぱさすがだなと思いました、うん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 、でやっぱりあそこはなんか負けた後が大事ですよね、うん、そう、これがね、そうなんですよね、ね、だから僕がもしセコンドだったらもう一回行けって言うけどね、試合中に。なるほど、止めてやるから。あ、なんでこうみんなで揉めればいいんですよ、わっきわっき、あのリング上でみんなでこうラララララと、でこうなんか良きところでみんな吐ければいいじゃないですか。そういうのは、はい、そうね、そういうのはやっぱやってほしかったですね、うん、あれなんかだからあの試合後にね、相手がこうちょっとこうやって、うん、あのコントラストとかすごい僕美しいなと思いました、うんうん、ちょっとわかりますそれ、格闘技だなって思った。そうそう、なんかね、本当格闘技だなっていうのを感じたのはやっぱり、うん、僕やっぱ K-1 の時からもちょっと見させて、若い時から見させてもらったりしてたんで、試合をなおさらなんかこうなんかたくましくなったなっていう感覚をすごい格闘技だなって思いました、うん、片方がひれ伏してて上片方が立ってるので、うん、はいはい、やっぱあれは格闘技っぽくてよかったですね。聞き入っちゃうから全然ボケに触れないっすすいません、モノマネやらずに帰ることある。いいです、いいです、もう本当にもうゼロモノマネ全然いいっす、もう全然触れないっす、ゼロマネでいいっす、ゼロマネ、ゼロマネでいいっす、全然。いやー、超でした、ね、この中山さん、いやこれ俺に言わす、これ俺と松木さんのなんかやってる感じと似てるよね、じゃあね松木さんがふざけて言って俺が松木に言わなきゃいけない感じで言ってる、笑ってる、似てる、青木真也が笑ってる、嬉しいっすね、青木真也が笑った、嬉しいっすね、すごい、この前に反応するなんて、ですか、嬉しい、なぜか僕も嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ似てました、ね、そんな男から安城陽次ってことは出るんですか、いやね、ほんとそうですよさあ皆さんぜひコメントをいただければと思います、はい、ありがとうございました。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる、世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。